ただでさえ数で押されているのに、その上全力が出せないとなっちゃ。同感ね。今のあなたたちでは力を奪えない。水の力を前に撤退するのも悔しいけど、ここで死んだらもっと。しかし我らが撤退しては刀剣殿だ。その心配には及ばん。趙雲殿、二人の言う通り、ここは引かれよ。そなたは若く、なすべき体毛もあるはず。ここでみすみす死んではならない。もし生き延びてもう一度会うことがあったら。劉備殿、お言葉痛み入ります。どうかその時まで。その力はあまりにも強い。いずれ殿の道を阻む脅威となりましょう。だからこそここで打ち果たさねば。曹操軍に囲まれ脱出は容易でないか。だが劉備、刀剣殿と共に兄者も撤退を始められた。敵を追撃せよ。
間もなく。劉備殿、何から何まですまない。兄者たち無事に撤退できたみ。後ろだけでなく、この先
この砦を守る。敵の勢力圏は抜けたか。ジョシュからは無事なんとかな。こんな思いをす、劉備殿、どうかご無事で。さて、今までいろいろと面白い力を見せてくれたわけだ。ここに来て、ようやくあなたの正体が分かってきた。そう。力は5つある。そして、その2つが火と水だとも分かった。ここから導き出されるのは力と五行ではないかということ。五行は万物を作り出したあらゆる力の要素、それらを使うということはだ、神、もしくは神に近しい存在ということだ。そして呂布と戦った時の反応、俺が蚩尤のようだと言ったが、あなたは否定した。蚩尤はもっとすごい、まるで見てきたような口ぶり。蚩尤は国を制するために神々を巻き込んで戦い負けた。これらのことを考え出した結論は、あなたは蚩尤と戦った神なのではないかということだ。まさか、俺は伝説の話では。まあ、当たらずといえど遠からずかしら。いいわ、あなたたちが力目当てでないことは分かったし、そろそろ話しておきましょう。私が何者か、そしてなぜあそこに封印されていたのかを。来賓に迫られた私は、自らが何者なのかを語る。何千年も前、皇帝と蚩尤、二人の神は大陸の覇権を争った。私は皇帝の下で
シユを倒すために5つの力を授けられた者、その力のすべてと引き換えにシユを倒したのだ。それにより戦は終結したものの、私は力を失っており、神が本来あるべき天へと帰ることができなかった。そこで皇帝は苦渋の決断で私を地上に封印し去っていった。その時、なぜか運命を司る力を私に宿されていったけれど、まあ今力を集めるのに役立っているのだもの。きっといつか私が天へ帰ることを考えられてくださったのね。つまりあなたは神ではなく、神から力を借りてシユと戦った、そして封印に成功したと。そういうこと。代償にほとんどの力が力がなくなり、元の世界に帰れなくなった。そして唯一残った力、運命を、それを恐れたあなたの主は地上に封印した。なるほど、そういうわけで死ゆ力の算出。なんでわかったの？その通りよ。さっきの推論といい、どうしてそこまで。それにブツブツと何を言っているの？いや、レイカさんの封印解いた頃から事情はよくわかった。そして元いた世界に帰るために5つの力が必要。理解いただけたようで嬉しいわ。それで次なんだけど、水が近すぎて他の場所。そういえば風の噂で聞いたんだけど、孫賢殿が洛陽の焼け跡から宮廷大量、何かすごい宝を見つけたらしい。あんな激しく燃えても焼け残る宝って、ひょっとして。孫賢殿か。確か今炎術殿のもと慶州にいる時。そうね、特に行くあて。
し。
間引き、次の策を講じねばな。新
一体新たに志願してきた兵とはお前たちだったか。五郎館での働き覚えているぞ。よくぞ孫文大の軍へ来てくれた。歓迎する。まどろっこしい挨拶は省かせてもらうわ。あなたが楽園で手に入れたという宝を見せてほしいの。なるほど、それが狙いでここに来たか。よくわかった。だが宝を見せてほしければ。いくらなんでもあの聞き方は無礼千万でしょう。宝どころかここを追い出されちゃいますよ。あら、追い出されなかったわよ。それに働けばみ、おお、お主、殿に臆せず宝を見せろと迫るとは豪儀よの。気に入ったわい。一発で目立ったよな。俺もあのくらい不遜に生きなきゃダメか。郊外殿、関東殿、先ほどは私の連れが孫権殿に失礼なことを。大丈夫だぜ、親父はあんなの気にしねえ。大地、孫作殿。若、殿には殿なりのお考えがあって行動されておるのです。滅多なことを言うものではありませんぞ。さあ、今は目の前の戦に集中せねば。孫家の戦を、
三賢明、調子に乗りおって。繁盛を取られては流氷様に申し訳が立たん。行け、奴らを蹴散らすのだ。繁盛は難攻不落で知られる城だ。皆の力を合わせそれを破り攻勢を打つ。我らの強さ。よっしゃ、親父、見てろよ。待て、サク。迷っては勝てる戦も落とすぞ。敵の戦力は我らよりも圧倒的。止めないと。敵の伝令がいるな。安全。くれたのか。これで酵素に助けはこ
おお、状況を見て進み方を変えたな。策もただ。
争を退け、繁盛は我らのものとなった。我らの団結がこの勝利をもたらしたのだ。この一戦で何か動くかと思ったけど、特に力の気配を感じなかったわ。どうも彼が持っている宝、私の求める力ではなさそうね。ここにいたか。お前たちの戦ぶり、相変わらず見事だ。古老館の際も気になったのだが、お前たちがいると軍に妙な一体感を覚える。何か秘密がある。実を申せば、この娘の力なのです。そして戦の前にいきなりお尋ねしたのも。なるほど。あの時はいきなりで驚いたが、それがだが、おそらく俺の持っているものはお前たちの探している力ではない。これが俺の持つ宝だ。これは伝国の玉璽では。これをどうされるおつもりなのです？そのようなことをしても余計に乱世が深まるだけだ。長安に負わす帝は今や傀儡。この玉璽の持ち主にふさわしいとは思えぬ。果たして今誰が正しく玉璽を。それを俺は見極めたい。持つにふさわしい奴が現れるまでは俺が守る。なるほど。国を思うその志、よくわかりました。分かってくれて何よりだ。そこでお前たちに頼みたいことがある。あいつは玉璽などいらないと俺に言う。目の前の戦となるとかなりやるが、もっとでかいことになるとまだまだ危うい。そこでこの戦の間、策と共にいてほしい。この乱世、力とし、お前たちの事情があるのは分かっている。何も配下になってくれとは言わぬ。共にいるとあいつも何かを学ぶはず。